これは重要なことなんで。ダメ、なんですか大塩さん、ちょっと教えてください、もう一回。だって本人にだって、はい、大事です。さっきももう撮ってるんで。要は、はい、大塩さんは、はい、あれ、いわゆる武神さん、武神さんと、あの駒野会長、いわゆる駒野会長と、うん、大塩さんの言葉で言うとマブだったわけなんですよね。マブですよ、うん、どういうマブなんですか。いやもう冗談言ったりとか、はい、そうやって二人で殴り合いしたりとか。二人で殴り合い、うん、そういうのは、はい、至って普通に、うん、ガンガンもう組織内部のことも、はい、ガンガン言って、はい、いやこれはこうだよああだよ、はい、他の組員に見せないようなことを、はい、自分には言ってた。ああそういうことなんですね。そういう人間ですよ。ああ、そもそもあれ武神さんとはどういう出会いだったんですか。ああそこ あの道路出たところで偶然会って。街で偶然会った。そうそう、ああれですか、ファンです、握手してください。そう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 。本当ですか。そういうことなんですか。ああ それで言うとちょっとこれこの話に行く前にあれなんですけど、要は佐々木さんもう知らないって言われちゃったじゃないですか、はい、それでさっき言ったあれは、まあ、いわゆるアウトロー系の一番有名な、カップルみたい、はい、なのも、はい、まあ、あのすごい仲いいんだって大塩さんが言うから一応 LINE はしといたんですけど、はいはいはい、なんか いまいちの反応なんですけど、まあそれはいいとして、はい、まさかこれ武神さんに送るなり見せるなりした時に、はい、誰だこいつってなんないですよね。誰だこいつって最強さんに言って、はい、でその話が終わった段階で、はい、自分のところに電話かかってきます。ああそういうことですか、うん、少なくともちゃんとそうにはなるっていうことですね、うん、分かりました。それでもっと言うと、要はその、武神さんは、うん、まあその何ですか、要は人当たりが良くて、うん、そういう人なんだと、穏やかな人ですねって俺が言ったら、いや大塩さんはそんなことねえと、あれはやべんだっていう話しらしたじゃないですか、はい、それやべんだってどういう話があったんですか。それは切れちゃったらもう止めらんないですよね。だって、うん、だって2人だって本人がだって本当の殴り合いのあれ始まっちゃったら、はい、まあ、止める必要ないですもん、うん、それは実際どういう話だったんですか。止める話だってもう勝ち目分かっちゃってるから、自分が加勢する必要もないじゃないですか。だってああ、まあ火星もないんですけど、まあじゃああれなんですか、うん、いわゆる駒野会長が喧嘩する場面に立ち会ったってことですか。いや立ち会ったことはないですけど。あ、ないんですか。いや立ち会ったことはないですけど、だってないんだ。だって立ち会ったことがなくたっても、はい、だって今までやってきてることがもうちょっとおかしいから。ああそうなんですか、うん、でもさっきから言うと大塩さんが言ってるのっていわゆるそのなんですか、おっさん同士の本当の殴り合いの話をしてんですか。それ自分ですか。はい、自分やってますよ。だってグローブはめて。あ、スパーリングの話をしてんですか。あ、もうスパーリングをやってますよ。あ、スパーリングの話なんですか。あ、バチバチの喧嘩だと思ったんですか。はい、いやバチバチの喧嘩もそうだし、はい、っていうかそれよりもいわゆるその出入りっていうか組織同士の話のことなのかなと思って。ああ、組織同士のあれだ。あ、うちらの組織と、はい、そっちの組織っていうのはないですよ。はい、うん、もちろんそうだけど、他の組織とのその武神さんがやってるところを、はい、まあ目撃したりなんかっていうことがあったとか。武神さんっていうよりも駒野会長、そこの、はい、そこの全体で、はいはいはい、うん、もう反撃、はいはいはい、反撃。じゃあいわゆるその要は駒野会長がちゃんと現役だった頃に、はい、他の組織とガチガチにやってるのを、はい、ガチガチちゃんと見てたっていうことなんですね。もうこれもう有名な話。これはそうなんですか。実は有名な話、あんまり実は知られてないと思うんでちょっと教えてもらっていいですか。相手の会長宅、はい、うん、あのユンボでぶっ壊し。そうなんですか、うん、お、うん、面影なく、はい、面影なく、面影なく、はい、基礎だけしか残ってない。まあ、駒野会長がユンボ使いっていうことでなんか話を聞くと、なんですかそれ。あれ、それは要は組同士の争いでやったんですか。組同士一家対会じゃないですか。一家対一家ですね。一家対一家で相手の会長の家のユンボを駒野さんが、壊しちゃったんですか。もうそこのグループがもう
バジバジ、バジバジ、まだもっともっともっとありますよ。もっとあるんだけど、はい、これ言っちゃったら多分俺怒るから。ああ、そうなんですか、うん。じゃあつったらあれなんですけど、はい、まあ最近つうか今年 YouTuber 同士の喧嘩みたいなのがなぜかあって、うん、俺から見ると別に駒野会長の方が、うん、筋通ってると思ってるんですけど、うん、なぜか世間一般的には、うん、その組織としては、うん、なんか負けちゃったっつうか、うん、そういうような風になってるじゃないですか、うん、あれはなんでなんですか。あれ、はい、アメリカの、アメリカ、うん、ああ、はい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 、はい、やられちゃったっていうの、はい、あれ嘘です。嘘嘘。あ、じゃあ駒野会長はやられてないんですか。やられてないんですよ。ああ、そうなんですか。ああ、じゃあなんか5、6回ぐらいなんか突っ込んだとか。はいはい。ないですよ。ああ、やられてないんですか。あ、そういうことなんですか。ああ、そう本当ですか。ああ、じゃあ、ああそうなんだ。はい、見に行けばわかるんじゃないですか。だって突っ込まれてるんだったら、だってそこも新しくなってるわけだから。はい。まあそれもそうだけど、その後の手打ちの話とかです。手打ちの話、手打ちの話はまあそっちはそっちの方のあれですよね。あ、まあそ、うん、あったかく、あったかい向こうがあったかいと、はい、本人はよく旅行行ってますから、はい、アフリカのサバンナも平気で行ってるし、はいはい、まあちょっとその辺はまあじゃあスルーするとして、はい、要はユンボ使いっていうことで話をすると、はい、なんつかそれなんかその出入りの戦争以外でもユンボ使ってたとかそういうことがあったんですか。いや、もう素人だっても、もう乗っちゃえって言ったらもうバッチンバッチンじゃないですか。え、素人よ。うん、素人が、はい、ユンボ乗ったっても、だってそこの家をぶっ壊すわけだから、はい、こうやればレバーが動くとこういうふうに動くんだなってなって、はい、うん、それでぶっ壊しちゃうじゃないですか。でそこからいなくなったんですもん。いなくなった、はい、それはどういう意味ですか。そこに住んでたあれが、はい、トップの人間が、え、トップの人間、はい、あ、それは組織同士のことですよね、うん、相手が、はいはいはい、それはもう壊されたらあれなんですけど、うん、要はその駒野会長がいわゆる素人相手でもユンボ使いしたっていう。素人にはやらないですよ。あ、そうですか、うん、業者、もう業者っていうか同業者、はいはい、他の業者、うん、なんかでもちょっとさっきあれ取り損ねた1個あったんですけど、はい、なんかパチンコ屋でもなんかありましたよ、それが。ああ、それはどういう話だったんですか。話に応じないから、はい、破壊しちゃいました。ああ、だからそれは要はパチンコ屋をユンボで壊したっていう話なんですよね。壊したのは、はい、そこと、はい、とある一家の、はいはい、あ、だから今回今パチンコ屋の話と、まあその、はい、とある一家をユンボで壊したっていうことなんで、一応確認しておきたいんですけど、はい、だから駒野会長はだからその以前は要は解体屋さんだったっていうことなんですね。まあ、ある意味ね、解体なんじゃないですか。要はユンボを使って解体業をされてたっていうことなんですね。まあそうですね。ああ、そういうことなんですか。じゃあなんでそれパチンコ屋の人たちは困ってたんですか。困ってた、払いたくないからじゃないですか。だから、ちょっと辻褄があれだってきたんですけど、要はそのみかじめ料を払いたくないっていうパチンコ屋が栃木にあって、はい、その栃木のパチンコ屋を駒野会長はユンボで壊したっての一部がぶっ壊しちゃいました。ああ、そうなんですか。それだけ激しい時代もあったっていうことですね。ああ、そうです、そうです。ああ、そうなんですね、うん、他にもまだありますよ。ああ、ちなみにもう一個だけ教えてもらっていいですか、はい、俺知らないような話を一個ぐらい。ああ、1個ぐらい大事ですよ。はい、1個ぐらい。1個ぐらい、はい、1個ぐらい、はい、1個ぐらい。まあなあ、どうだろうなあ、もうまあ、もうまあ関係してたっていうあれだよな。なんすか。ちょっとこれはちょっと言っていいんだかどうだかちょっと分かんない。ああ、なるほど。じゃあまあスパーとユンボの話はぶっちゃけ言うとその分かってる話なんであれなんですけど、新しい話としてはちょっともうその今の段階では話せないっていうことですね。そうですね、はい、ただあとそれとあれだ、大塩さんからするとそのみんな駒野会長に
へいへい言ってるけど、はい、俺はタメ口でマブの中なんだっていう話だったじゃないですか、はい、それはどういう話なんですか。いや、やっぱりそういうふうな、あのちゃんと言えるような人っていうのはいなくちゃダメだと思います。はい、あ、はいはいはい、はい、これ、こうだからこうしないとダメだと思うとか、はいはいはい、はい、だけどそういうふうな言い方をして、はい、お前ちょっといい加減にしろよっていう人もそれはいますよ。はい、うん、それはいます、うん、でもちょっとさっき聞いた話だと、はい、周りの人は会長って呼んでるのに、はい、俺は理事長って呼べるんだっていう話だったじゃないですか。呼べるんだって、呼べるか、俺は自分はそうにやって呼んでますよ、はい、でもなんか会長と理事長ってそんなあんま大して変わらないような気がするんですけど、はい、まあ聞き取りようじゃないですかね。それ人それぞれだと思いますよ。ああ、まあ押野さんの中では理事長って呼ぶ方がもうそれで慣れちゃってるから、はい、うん、あ、なるほど、呼び名っていうことですね。そういうことですね。そうなんですか、そういうことっつうのはちょっとあれなんですけど、はい、まあ星野さんの場合さっきその自分の名前のたかしっていうのも、はい、みんなたかしなんで、うん、高志ちゃんがたかし君だから、はい、みんな星野って知らないんだっていうような話をしてたじゃないですか、はい、それでそれの意味わかるっていうようなことをおっしゃってくれたんですけど、はい、いや、いまいち俺よく分かってなくて、はい、たがしちゃんって呼ばれるからなんだっていう話なんですか。自分が知ってるような人間っていうのは、はい、大体はたがしとか、はい、たがしくんとか、はい、たがしさんとか、はい、大体そうなんですよ、はい、8割方はそうなんですよ、8割9割方は、はい、じゃあ残りの割合はどうなのかっていうと、はい、例えばほら近所の人とか、はい、うん、は、うん、誰さんっていうんですかって、おしのと言います。あ、うん、おしのさんとか、うんうん、そういうここ 1,2 年とかで知り合ったような人、うんうん、自分にしてみるとなんか他人行儀で嫌なんですけども、はい、でもそれは付き合いなんで、はい、わかりました、わかりましたっつったらあれですけど、はい、相変わらずちょっと分かんなかったんですけど何が要は佐々木さんを含めて、はい、その佐々木さんの周りもおしのっていう名字にピンとこねえのは本来たかしとして有名だから、はい、要はそのたがしだったら分かるとかそういうような話にもなるっていうことかなと思ったんですよ。ああ、まあそういえばまあ分かる人間は分かるんじゃないですか。分かる人間は、はいはいはい、分かる人間には分かるけれども、はい、分かんない人間は分かんないっていう、あ、なるほどですね、ことも出てくるんだったら、はい、じゃあ分かんなくて結構ですよっていうような話ですよ。ああ、なるほどですね、ええ、じゃあ今回の動画ではもう他にもねちょっと動画やる、今回は武神さんのことを話すんであれなんですけど、はい、要はじゃあ武神さんはもう暴れん坊のすごい、ヤクザだったってことですか。あ、そうですね。あ、なるほど、はい、そう、なんで今もったいぶったんですか。カメラじゃないとこでだいぶ言ってたじゃないですか。いや、黙ってた方があれだったかなと思ったけど、はい、でも今やめられたんですよね。うん、みたいですね。あ、その辺は別に、でもさっきすぐ電話もかかってくるような仲だっつってたんですけど、そういうのは話さないって感じなんですか。時間帯分かんないじゃないですか。はい、はい、タイのその時差っていうのと、はい、あ、日本の時差っていうのも分かるんです。オーストラリアは分かるんですけど、はい、ええ、あ、そうなんですか。オーストラリアは分かるんですか。オーストラリアは分かる。あ、その辺はまあじゃあまた機会あったらということにして、はい、じゃ あタイから帰ってきたら連絡するとかそういう間っていうことですか。いや、別に何かあれば今でも電話できますけど。ああ、そうなんですか。あ、分かりました。じゃあそういう感じにします。じゃあそういう、じゃあ最後に武神さんに一言何かお願いします。鉄砲の練習した方がいい。